こんにちは。今回のワンコ服は基本の袖なし T シャツです。丸首で袖なしというとてもオーソドックスなデザインです。ワンコとミシンショップの方でこの洋服の型紙を1号から8号までサイズ展開をして販売をします。それに合わせて作り方の動画を YouTube にて公開するのですが、その前に今回の動画は原型から作る方へ向けてこの基本の袖なし T シャツの型紙を作る方法をご紹介します。自分で型紙を描くのはちょっとという方に向けて型紙の販売もしているのですが、ワンちゃん一頭一頭に合わせて作った原型を元にして型紙を作った方がその子にぴったりサイズになるので、本当は原型から作ることをおすすめしています。原型の販売もしていますので、よかったら概要欄からショップへ飛んでみてください。このチャンネルは愛犬にぴったりサイズのワンコ服を作りたい、そんな方へ向けて作図から型紙作成、縫製までをご紹介するハウトゥーチャンネルです。世界に一つだけの特別なワンコ服作りのお手伝いをします。ぜひ一緒にハンドメイドを楽しみましょう。それではよろしくお願いします。レッツハンドメイド。今回の材料です。身ごろはスムースニット、首、袖、裾のリブはリブニット。今回はニット地を縫製するので、ニット用の糸レジロン、そしてロックミシンを使います。ロックミシンがない方はジグザグミシンで布端の処理をしてください。それでは作図のスタートです。まずは原型を用意します。最初に丈を決めます。トップスなのでお好みの長さで少し丈を短くします。裾の曲線が緩やかな方がリブをつけた時に生地のうねりが少なくなるという意味もあります。身ごろの形はこれで決定です。次に裾のリブの作図をします。前身ごろの裾中心近くにどこまでリブをつけるかを決め印を書きます。リブの長さを決め、脇と裾の交点を中心にしてリブの長さを半径にした円を描きます。先ほどの縫い止まりの印から円の一番外側と重なるように直線を描きます。その直線から垂直に脇と裾の交点まで直線を描きます。後ろ身ごろの裾は縫う距離が長いので縫いずれ防止の合い印を描きます。お好きな数、お好きな間隔で描いてください。その後、裾の長さを測ります。後ろ中心から合い印までの長さ、合い印から合い印までの長さ、合い印から脇までの長さというように、合い印で区切ったところは別々に測ってください。先ほど作図した裾部分を別の紙に写します。直線を先ほど測った後ろ身ごろの裾の長さ分伸ばします。合い印も忘れずに記入します。折り返して裏側になる部分を書きます。これで裾のリブの形が完成しました。次に首のリブの作図をします。身ごろの首周りの長さを測ります。この位置が後ろ中心、肩、前中心です。このままの長さでリブをつけると体に沿わずスタンドカラーのように立ってしまうので、リブの長さは測った長さの8割から9割ぐらいの長さにします。あまり伸びないリブの場合は9割、よく伸びるリブの場合は8割という感じで、使うリブによって縮小率を変えます。縮小した長さ、お好きな幅でリブを描きます。合い印も忘れずに記入します。折り返して裏側になる部分を描きます。これで首のリブの形が完成しました。次は袖のリブの作図をします。身ごろの袖周りの長さを測ります。前身ごろの袖ぐりは縫う距離が長いので縫いずれ防止の合い印を描きます。大きなサイズの場合、もっとたくさん合い印を入れた方が縫う時にずれ防止になるので、お好きな数、お好きな間隔で合い印を書いてください。この位置が肩、脇です。
首のリブと同じようにリブの長さは測った長さの8割から9割ぐらいの長さにします。今回の動画の場合はよく伸びるリブなので8割の長さにしました。首の曲線より袖の曲線の方がカーブがきついので袖の場合は8割の長さに縮小しても写真のように少し立ち上がります。袖なので私はこれはこれでデザインとしてありだと思っていますが、これが気になる方は縮小率を7割、6割と調節してみてください。しかしあまり縮めすぎると縫うときに縫いにくくなりますので、ちょうどいいところを探してみてください。縮小した長さ、お好きな幅でリブを描きます。合い印も忘れずに記入します。折り返して裏側になる部分を描きます。これで袖のリブの形が完成しました。これで全ての作図が完成しましたので、ここから型紙の製作をしていきます。まずは身ごろに縫い代をつけます。袖ぐりや裾の合い印を忘れずに記入してください。今回ほぼ全ての部分をロックミシンで縫っていくので、縫い代は 0.7 センチにします。後ろ中心と前中心は輪になるので、それ以外の部分に全て 0.7 センチの縫い代をつけます。名前、裁断枚数、輪のマークを書き、身ごろの型紙の完成です。次にリブの型紙を作ります。裾のリブの後ろ中心と首のリブの後ろ中心は輪になるので、忘れないように先に輪のマークを書いておきます。輪の部分以外に 0.7 センチの縫い代をつけますが、点滅部分のみロックミシンではなくミシンで縫い合わせるので、縫い代は1センチにします。なぜこの部分だけ普通のミシンで縫うのかの説明のため、2つのミシンで部分縫いをしてみたいと思います。他の方の動画や本などでは、この部分もロックミシンで縫っている場合もあると思うのですが、私の場合はロックミシンで縫うのではなく、普通のミシンで縫って縫い代を割りたいと思います。1つ目の理由は、この部分はリブの内側に隠れてしまって、どこからも縫い代が見えない部分になるため、ロックミシンで縫い代をかがる必要がないということです。2つ目の理由は、縫い代の厚みになります。ロックミシンで縫うと、縫い代が割れない上に、糸でくるんでいる分、縫い代が厚くなります。ご覧のようにロックミシンで縫った方は一部分のみ厚いため縫い目がよれてしまっています。横から見ても縫い代の厚みで段差ができてしまっています。そこで少し手間ではありますが、この部分のみ縫い代を1センチにして普通のミシンで縫うという方法をします。縫製の作業スピードが求められる既製品では、おそらくほぼすべてこの部分はロックミシンで縫っていると思いますので、ロックミシンで縫うことが間違いというわけではありません。お好きな方で縫製してみてください。ロックミシンで縫う方はこの部分の縫い代も 0.7 センチにしてください。以上で全ての型紙の完成です。お疲れ様でした。今回はここまで。次回は裁断・縫製から完成まで。よかったらチャンネル登録や高評価などよろしくお願いします。次回もお楽しみに。